ついてこいなんて言ってないよ。遅い、ついてこいなんて言ってないよ。Thank you.
僕の傘で。ついてこいなんて言ってないよ。
私のお家にいらっしゃる。ルオパーヒヨ礼をわきまえる虫けらが。これでヘイこれで手をつなぎましょう。と話が通じないならヘイへと前ヘイヘイこれでヘイこれで遅い。ついてこいなんて言う。料理の時間だよ。ザクロも属性を見下ろせ。ヘイあー私は甘く見ない。これこそが知恵の伝道。天へと前これでこれでヘイヘイ遅い。ついてこいなんて言ってないよ。礼をわきまえる虫けらが属性を見下ろさん。ヘイこれでヘイこれで師匠の技を喰らいなさ。ヘイヘイ全部丸見えね。賢明とは言い難い。ヘイ料理の時間だよ。これでヘイこれでヘイ風がことしもっと泣きわめく。
ましょう。グオパーよっ、天へと前、天これで天これでこうしとけ。スピー話が通じないなら勝てよ。へいこれでへいへい遅い。遅い。よっ。捕まえたにゃ。ふふ。これこそが知恵の伝道。アツアツでしょ。礼をわきまえる虫けらが。へい。これで。へい。へい。高速決心。全部丸見えね。属性を見下ろせ。もう慣れた。これで。時間を無駄にし、せ、
私についてきてください。風よ、ミオラさん。少し日差しが見えただけだ。そんな風よ、ついてこいなんて言ってないよ。ミオラさん、
と遅い。ついてこい属性をミオラさん。
遅い。風よ。星と深淵を無事今日の依頼。星と深淵。ミオラさん、天へと前。遅い。
勝利は目の前だぞ。おお、なかなかの収穫だな。それ。頑張れ。ついてこいなんて言ってないよ。言い方がきついか。ただ本当のことを言っているだ。手をつなぎましょう。私のお家にいらっしゃい。師匠の技を喰らいなさい。もっと泣きわめく風よ。これでヘイ、これでヘイ。それこそが知恵の伝道。料理の時間。属性を見下ろす。死にたいようだね。
これでついてこいなんて雑魚だ。私は甘く見ないで。手をつなぎましょう。はい。風よ。へい。へい。これで。これで。へい。これで。甘えたにゃ。全部丸見えね。虫けらが。へい。うん。知識はあなたには。ルオパー、ヒヨ。話が通じないなら。属性を見下ろさん。その程度か。風が今年。これで。わかるかい？はい！左右武功！ちょっとビリビリさせないとね。はぁ、あ、相手を間違えたら早く投降しなさい。そうね、すぐに直してみましょう。はぁ、歌よ錦となれ！雨描きがたし。ふっふっ、それ、ふっ、闇付きにならないでね。動くべきだ。さあ、婦人艦内です。いや、この剣はわかるかい？ついていきます。運動は必要です。部外者禁止。おとなしくしやがれ。よっと。やっはっ。召喚化粧。よっはっ。ほっえっほっ。この瞬間、お前は永遠を手にする。この仕事は排除するべきですね。これはっ。風邪ひくなよ。障害物クリア。雨描きがたし。せはっと。やっと。スキャン。
さあ来い。せキャン着攻だ。ドヤヤッ、他奥義ヤッハッドヤッハッ、着攻を浴びるとしよう。ドヤッハッド、さあ来い。歌よ錦となっせっ、こいつはどうだ。行け。逃がさないわよ。砕けなさい。やっ、これ。で、我らに祝福あれ。こいつはどうだ。この瞬間お前は永遠しびれさせちゃうわ。どいて、守るために戦わねば。ほっ、ちょっとビリビリさせないとね。やっ、せっ、はっ、そ、風邪ひくなよ。やみつきにならないで。我らに祝福あれ。おどろ、そんな逃がさないわよ。やっはっ、やっはっ、はっ、すまんすまん。守るために戦わねば。砕けなさい。やっ、いらっしゃい。ふっ、やっ、早く投降し、俺ならどうだ。この祈りを聞きなさい。
答えなさい。これ風邪ひくなよ。雨のような矢を。影のカラスが雄也を求めている。おとなしくしやがる。百発百中。この瞬間お前は永遠を手にする。こいつはどうだ。遅い。ついてこいな。天へと参る。僕、お名前は？クス…マイク…ち、違うんだ。おーい、ナナ、ケイ、どうしたんだ？旅人。あ、二人ともちょうどいいところに。この子、リーユエコーの外から来たみたいなんですが。ちょっと待って、迷子なの？お前のお父さんが？いい大人。僕のお父さん、昔から物忘れがひどいんだ。お母さん、何日か前、父さんのために、それで前の怪盗祭の時に福袋の店主が警察署に来て、でも千眼軍のおじさんに道を聞いて、いざリーユエコーに入ろうと父さんを探してもらい。安心しろ、オイラたち結構人探しが得意なんだぜ。あと調整。こら、影で私の悪口を言ってるのは誰？調整。今のナナの言葉にけなす意味なんてあり。先ほど福袋の店主を探しているというのが聞こえましたが。喋る蛇を連れてる。あなたが白術おじさん。白術。調整。では詳しい話をお聞かせいただけますか。はい、白術。なるほど。あなたたち一家は警察層の近くにお住まいなの？うん。母さんは外の人と会うのがあまり好きじゃないんだ。と、そうでした。あ、はい。はい。ケ、ナナ、店のアコの両親は私と窮地の中なんです。もう少し人手を増やして探して。オイラと旅人も入れてくれ。おや？それは助かります。ナナと一緒に店を片付けてからすぐ手伝いに行きます。家族。ええ、旅人さん、パイモンさん、まずはアコと。属性を見下ろさん。遅い。北の方はもう捜索したというのに。どうしたものか。町からも新たな情報はないし、さらに千眼軍のおじさん、どうぞ。ああ、君か。この子の頼みで。これは助かりました。それで手がかりですが、
もうこの先の道を見張っている同僚たち。六花の池ですか。あの辺の地形は複雑ですから、何事もなければいいのですが。本当ですか。すみません。お客さん、私たち往生堂をごひいきしたいからって。さ、おや、父さん、お、ふーた、あれれ、これはこれは誰が来たのかな。ふん、あんた相変わらず毛嫌いされてるね。ふふ、ふー同主、彼を助けていただきありがとうございます。お前はアコ。名前はカリョウ。警察層の西に住んでる。俺はカリョウ。リーウェコーに来たのは病気を治すため。うわ、もうこんなにひどいのか。早くこいつを連れて、フータを。ごめんな、今度うまいもんでも。待って、そのまま彼をフボクロに連れていく。え、なんか、ねえ白術、わからないわけじゃないよね。まさかな、それとも、気づいてるのにもかかわらず。お前ら何の話をしてるんだ。カリオから魔人の残滓の気配がします。気配がするってほどのもんじゃない。暴走寸前だよ。なんだって。魔人の。フー同主、そう心配しないでください。医者は病を治し、人を救うのを責務としています。それにこの旧友を助けるのは私の亡き師匠の意志でもあります。あの人に免じて、どうか一日の友。ここで王子の名を持ち出すなんてね。白術、一体何を企んでるの。人助けがしたいだけです。もし私に双心があるように思うのでしたら、フボクロまでついてきて横から監視し。あれれ、いつも私を警戒してるはずなのに、今回はやけに。いいでしょ、王子。あと旅人に免じて。旅人を連れてきたのは正解だったみたい。じゃな、では善は急げ。心脈が塞がり、そのせいで気血の巡りが悪くなっています。なるほど、意識がはっきりしていなかったのはこれが原因だったのですね。白先生、父さんの病気まだ治す。白術はこんなに。アコ、お父さんがこの症状を見せた。よく覚えてない。ただもうそんなに経つのですか。いえ、もう方法を。明日の朝にまた来てください。その時アコには。ありがとう。フー同主、でもこの部屋にの。はいはい、じゃあ私。白術、それにちょっと。皆さん、さよう。白術、問題ありません。ふぅ、けどやっぱり気になる。白術の言ってた旧友、お前は気にならないのか。ひひ。属性を見下ろさん。ふん、
暇人が暇を持て余し草花を見る。あれ、せわしい二人が。あ、まだ言わないで、私に当てさせて。いひひ、そのちょっと気にな。あと、なんでお前と白術は一目で借り。あれ、前に言ったことなかったっけ。まあどれも古臭い話だよ。魔人が暴れた大昔、生と死の境界を維持するために先人たちが空気を浄化し死骸を焼いたとかなんとか。今じゃこの魔人の餌を処理する仕事はなくなった。でもそういうことだったのか。大方その師匠が教えたんでしょう。うん、彼の師匠は私のおじいちゃんの弟。へえ、王城堂の人だったのか。おじいちゃんから聞いた話だと、若い頃二人で一緒に旅してて、その時沈玉の谷で、そのクス氏が何の砲術をかけたのかわからないけど、王子はいきなり家業を捨てて、おじいちゃんは王子と、それはもう大げ。それからおじいちゃんは王城堂を継いで、王子は沈玉の谷一帯で人々を。葬儀屋が医者になるなんて想像できないな。普通の医者だったらまだ良かったんだよ。だって王城堂が最初にしてたことだって。でもおじいちゃんの話によると、あの時会ったクス氏は、その沈玉の谷の一族が人を救う生死に。詳しくは知らないんだ。おじいちゃんも当時大まかにしか知らなかったし。まあ逆に彼らの身に何か。それに白術っていわゆる不死に対して強い執着を抱えてるみたいなの。とにもかくにも、今はまず様子を見よう。わからないことがどんどん増えてき。話はよさ。一日経ったな。カリオはどうなったんだろう。戻って様子を見てみようぜ。父さん、アコなのか。父さん。ああ、思い出したとも。ごめんな、心配させて。もう冒険者協会に依頼を出して探しに行ってもらってるよ。父さんは。そうか、ならいい。白先生、感謝するよ。いいえ、お気になさらずに。恩師の威名、力を尽くすのは当然です。白先生、そんなこと。病み上がりですから、まだしばらく療養する必要があります。あとは、その間、ふぼくろに残って静養してるといい。フードシュ、カリオさんからまだ何。確かに、でも、たった一晩で一体どうやったの？それは門外不出の秘伝となります。ウードウシュ、まだ心配でしたらいつまでもいてくれて構いませんよ。ただその間の王城堂の損失は保証できませんので、あしからず。安心して、私はそんなわからず屋じゃ。部屋にこもりっぱなしだったから息ぐる。はいはい、では皆さん、調整と一緒に外を散歩してきますね。無理して人前で強がるからこうなるんでしょ。私が起点を聞かせてなかったらあんたどうするつもりだ。でも私から言わせると、全員に内緒にする必要もないでしょうに。
そこにいるのは誰ですか？うわー！どうしてついてきたのですか？ただ室内に椅子。だから無理するなと言ったのに、旅人。パイモン、実のところ、カリオの病気は薬術が自分の精気をあの人に分けたことで、毒素を一時的に押す。はあ、薬術。私の一門は長生と契約をしています。歴代の契約者は長生から授かった秘宝でカリオさんの心脈に異変があったのは、おそらく魔人の残滓を元に作られた毒薬のせいでしょう。しかしその毒はまだ消えていません。私が長生を架け橋に自分の精気をカリオさんの体内に注入した。長生、そんなことができたのか？おい、かつて沈玉の谷にいた時は千人だって私の顔を立てていたんだぞ。逆にこいつが、私、薬術がまだ医学書に触れていない頃から私はその師匠、その師匠。うわぁ、全然そうは見えない。はいはい。そうだ、フータオがお前らは人助けのためにヤバい方法を使ってるって言ってたんだけど、まさか正規の転移って自分の体を壊すものなのか？平気です。調整が私のために体の調子を整え。しかし薬術の正規はいずれ尽きるだろう。解毒の方法を早く探して彼を助けないと。旅人パイモン、こいつのことを助けてくれないか？もしあんたたちが、薬術、これもいい機会なんじゃないか？すべての人を一生騙し通せるわ。はあ、旅人さん、パイモン。こんな薬術ってめっ。カリオさんが侵されている毒は一朝一夕のものではありません。まずは彼らが住んで。ええ、あなたが来る前にすでにアコから聞きました。私は店内の雑務を、毒薬の手がかり。ミオラさん、よく警察層の近くで診察するのですが、私も。そういえばさっきは急いでたから聞きそびれたけど、失踪した氷って。ええ、私と姉弟子は当時、ただ姉弟子は私よりいくつか年上でしたので、早くして人。彼女が旅をしている間、ある薬取りとか。あれ、長生のその言い方だとお前らは。姉弟子は私と師匠を訪ねるためたまに沈玉の谷に戻ってきていました。最後に谷へ戻ってきた時、姉弟子はどうやら師匠と言い争いに。お、さあね、あの時は私ですら。師匠はその件について説明しようとしませんでした。ただ私に、
もしいつか縁があって姉でしかその家族に会う。なるほど。いいえ、たとえ師匠の意志がなくとも人を助けるというのは医者の責務です。やれやれ、薬術ってこのた、またなんか雑談はここまでにしましょう。手分けして調べてみて。先ほど長生と一緒に部屋で隠し集。どうやらあんたたちも感じ取れるんだね。ええ、おそらく生の特質を持つ。もしこの毒が分身本体もあるってことか。ええ、毒を持った人は本体を通して間接的に中毒者の行為あるいは意識に影響を及ぼすことができます。そして中毒者はある程度本体からの呼びかけに応えるようになります。呼びかけに応える。あ、まさか最初に火霊が彼を引き寄せたのは多分この毒の本体でしょう。錬成の原材料である魔人。そんなことってありえるのか。それって一体誰がやったんだ。この毒が隠し収納に大切に保存されていたってことは、毒を持った奴は多く。火霊か？もっとよく考えてみろ。薬に精通していて、それでいてここに。あ、まさか氷だっていうのか。いやいや、氷だって自分の旦那さんに毒。私も姉弟子がそのようなことをするとは思えません。けど魔人の残滓から毒を作れる奴なんて、リーユエを探し回って憶測を巡らすのは今はまだ時期尚早かと。ええ、諸病根源雑記によれば、毒の親が本体である魔人の残滓を消せば、カリオさんの身にある毒も薬を計作層の魔人の残滓について。あなたは、こんな書物にも記録されていないこと、あの前年百年も生きた年寄りしか覚えてないだろうね。あれ、昔仙人たちも長生の顔を立ててたってお前言ってたよな。それなのに。それは長生の記憶と法力は最盛期。今では人と契約を結んで生気を共有して命を維持しなければなりません。契約を結ぶとか生気。おい、仙人に憑依してもらえるなんて大半の人にとって。私が体の調子をと。体が丈夫になる。ひひ、薬術、お前が引退することになったら長生と何日か契約させてくれないか。残念ですが、この契約を受け継ぐにはその人の気質に適性が必要です。歴代の契約者も皆そうでしたので、パイモンさんの望み通りにはならないかもしれませんね。気質？おい、まさかオイラのことを遠回しに。ば、にゃーい、ムカついたぞ。そんなんだから気質が良くないんだって。はいはい、大事な話に戻りましょう。仙人ってのは会いたいからって会えるものじゃな。本当か？さすがこういう範囲の広い。誰のことを言ってるのか大体予想できたから。
今回オイラは見てるだけにしておくぞ。我に何の用だ。ノア、お前には本善人はみんなこういう登場が好きなのか。この丘ん不暴露の白術と申します。当時怪盗祭では仙人様の正体を知らずに接してしまい。あれ、お前ら面識が一回ほど妖魔の気配がする。お前が我を呼んだのはこの件か。妖魔を持って毒を作るとは嘆かわしいことだ。往年は常に生死を切り捨てさせて人間をそそのかす。お前の頼みは承知した。警察層の下には確かに魔人の残骸がある。昔この地で悪しき水地が乱を起こし、後に帝君によって制圧された。帝君は像を持ってそれを沈め、生き物に害をなさないようにした。そうして後に警察層ができたというわけだ。現在その封印に問題はない。お前たちが探す本体とやらはおそらく地底から漏れた少量の水地の血だろう。だがその気配は目立たず感知しにくい。ぐ必要がなければ我も人間。しかし妖魔絡みのことであれば取り返しのつかないことになる恐れがある。あ、元よりお前たち人間の選択に干渉する気は調整不死。それは仙人様からの教え、肝に銘じて。またいずれ。変な仙人だったな。私の記憶にある仙人なんたってショーだからな。あいつ魔人の残滓は地底から漏れている。姉弟子がもし薬を取っているなら。先生大変です。ケイ、不暴露にいたのになんでここに。何事です。あ、大変です。カリオさんの容態が急変しました。何、いつもなら少なくともあと3日は余裕がある。どうやら皆さんすぐに不暴露。属性をミオラさん。父さん。心配しないで。どのような状態ですか。ケイが外に出た時はまだい…ケイ、治療のためにカリオさんを奥の部屋に。わかりました。アコ、安心。略術、まさかまた調整の秘宝を使うつもりなのか。父さん、気分はどう？どこか具合の悪いところはない？ああ、だいぶ良くなったの？そういえば、白先生はどこに？先生にまだお礼を言えてない。目が覚めたら俺はもうここにいたが。先生は少し休みたいとおっしゃって、私にカリオさんを抱えて奥の部屋から出るように言いました。それから先生は一度も出てきていません。そうか、そうだよな。この冒険者協会からはまだ。それじゃあ俺もまだ容態が安定していないので、カリオさんは不暴露で休んでい
ではお言葉に。旅人、薬術がずっと姿を見せてないのって。うわっ、おい、待っ。目が覚めたか。たとえ私が超速してあげられても、あのやり方はあまりに無茶すぎる。時間がないのですから仕方ありません。それに収穫がなかったわけでもありませんよ。姉弟子の構想は実に巧妙で、勉強になる点がいくつもあります。本当に残念ですね。なあ、薬術のやつ、いつまで寝てるんだろう。あんたが寝ている間、あいつらはずっと外で待ってたんだ。ええ。もしかしてあいつ、そこでブツブツ言ってるのはどこのどいつだい。あ、白術調整。ええ、問題ありま。カリオのやつ、昨日は元気にしてたよな。私の最初の診断が間違っていました。そのため精気を消費する速度も。なんだって、魔人の残滓で。というより彼の侵されていた毒は最初からその身にある。やカリオさんは生まれつき珍しい心臓の病を患っていたんです。神秘、彼にとって魔人の残滓は毒ではなく。もしその薬がなければ彼は何年も前に死んでただろうね。ですが毒を持って毒を制すのもその場しのぎの解決策にすぎません。それに長期的に毒を用いればカリオさんの体内に抵抗。それじゃあ最初にアコが言ってたカリオ、魔人の残滓は極めて悪質で一般人が耐えられるものではありません。ただの人間の体で。おそらくあの仙人様が言っていたようにカリオさんの命を救うため姉弟子は自分の安否も何もかも。まさか氷までも同じ道を歩んでしまうとは。これが宿命なんだろうか。人を救うために自分を傷つけることも辞さない。人の現時点で宿命という言葉を用いるの。カリオさんの容態はなんとか安定しました。魔人の残滓と何度も接触。それに数日前から行方不明になっているということは。俺だ、白先生、旅人。カリオ、お前もしかして全部聞いてたのか。白先生、俺も連れて行ってくれ。白先生は俺たち一家のためにあまりに多くのことをしてくれた。先生が氷のために危険を冒す姿をもうこれ以上黙って見てられない。それに氷は俺のせいで危ない目に遭ってるんだ。俺に彼女を救う力がないのは分かっちゃいるが、せめて道案内くらいはさせてくれ。思い出せるはずだ、氷がいつもどこに薬を取りに行っていたのか。ちょっとちょっと、気血のバランスが崩れればあんたの心脈。ダメだ、いいぞ俺が。この旅には様々な危険がつきまといます。俺は何年も前に死ぬはずの人間だった。俺はただ氷を見つける。それなら私についてきてください。白先生、またお出かけ。ええ、少し遠出をしてきます。霧うつろの花粉を加えてから薬棚の三段目。白先生、さあ行きなさい。また火傷しないように。わかった。
恋なんて言ってないよ。あの日、道を見失った時と同じ感覚だ。本体の影響が次第に強くなっています。距離が近くなったからか、カリオさん、具体的な方向は分かりま、おそらくこっちだ。ああ、この方向だと思う。心臓がかすかにうずく。方向は間違ってない。この場所、前も来たことがあるようだ。この場所に漂う不吉な気配。ここには少し覚えがある。カリオ、大丈夫か？ダメだ。ここの採掘跡は荒くてかなり古い。盗賊が掘った洞窟？そういえば周りに散らばっている道具を見たところ、そのかでもなぜ彼らは道具も片付けずこのようにあ思い出した。コーリは俺をここに連れてきたことがある。洞窟の中で、だがその方法を使って俺は。無理しないでください。ようやくはキーニュース。治療しないとな。はい、手をつなぎましょう。熱々でしょ。これで天へと前。やここには航路もあるのか？砲塔団のやつらも息抜きの仕方を。航路の中で焚いていたのは魔物を追い払うためのお香のようです。魔物を追い払う？でもお香は何日も前に燃え尽きています。私たちが出会った魔物はおそらくより深いところにいる何かに引き寄せられてきたのでしょう。この洞窟を掘った砲塔団も奥であれに遭遇したから慌ててこの洞窟を捨てて逃げたんだと思います。その後姉でし。そうだ、この航路、ここで。あ、カリオ大丈夫だ。引き続き遅い。この先だ。あ、先に進めるようになったぞ。どうやらこの装置から放出されるエネルギーは障壁を解除できるだけでなく、対応する装置を通して伝達させることもできるようですね。これは
利用できるかもしれません。命の重みを知りなさい。もっと泣きわめてこれで遅い。これでだ。魔人の残滓に引き寄せられたようです。後ろはあなたに任せます。特製ドリンク全部丸見えね。これこそが知恵の殿堂。料理の時間だ。属性を見下ろせこれでこれでヘイこれでが通じないなら叩く。待つ。脈先生どうだ。まだ脈はありますが、決して楽観できる状態とは言えま、あなたの体にある毒素と同じで、ここに根を早く取り除かないと
たとえ一名。それじゃあさっさと魔人の残滓を取り除。そんな単純な話じゃない。白火燎の体にある毒はここの魔人の残滓を取り除けば彼の火燎の体にある。え、そう、ここの魔人の、やっぱりそうなるの。ちょっと待ってって、オイラたちがここまで苦労してきた白術、お前って物知りだし、きっとこの毒を飲み続けることでもう少し時間を稼ぐのも一つの方法。氷のこの様子だとおそらく気絶するまでずっとあんたのために薬を作ってたんだろう。もしか、白先生、正直に言ってくれ、氷はあとどれくらい持つんだ。魔人の残滓はすでに配布に侵入しています。通常なら長くても3日くらいでしょう。でも白先生、ここに来る前にこんなもので命をつないでいる限り、氷は危険を顧みず俺のために、どうせ俺はもし火燎やはり去るべき。白先生、旅人、もう少し時間をくれない。わかりました、ありがとう。薬術、一般的な手段はもうすでに姉弟子がここ数年で全て試しているでしょう。他の方法は私に。生老病死、そもそもそれは人間にとって逃れられない宿命だ。もし命をかん、そんな、氷が苦労して火燎を救ったのに、今度は火燎が氷を救うために。やっぱり生理死別にはなれませんね。人間にはいずれ別れが訪れる。価値のある少なくとも。あ、師匠たちの選択は確かに感銘を受けるものでした。しかし往々にして行くべきではなかった。あの時俺たちは約束したよな。アコが大きくなって薬を取るのを手伝。ほら、今あの子は俺をリーウェコーの医者のとこ、たとえ俺がいなくなっても。もう十分だ。どうか。ええ。あなたの意識も記憶も侵食されていく。使ってくれ。そうする。母さん、父さんの様子。大丈夫、心配しないで。はあ、こんな時になんでこんなことを思い出す。人っていうのは長く生きれば生きる。もう一度お前の声が聞きたいな。よう、火燎、火燎、父さん。俺はもう、これは生き返った気分はどうだ。もし気分が悪かったり違和感があったりしましたら詳しく話して。白先生。確かにあなたは一度死にました。今のあなたはキョンシー。そう、出発する前に不死の薬を用意するようナナに頼んでおいたのです。ただ本物の戦火の術にはまだまだ及びません。それが具体的に何日何ヶ月何年なのかはこれを機に。でもそれがどれくらいであろうと、あなたがちゃんと別れを告げて安心して旅立つには十分だと思う。不死の薬って、あなた一体裏でどんだけ研究し。名ばかりの未完成品にすぎません。
もしカリオさんの意志が強く、私はあくまで一介の医者。精子の循環や陰陽平衡と私が知っているのは、目の前に救われるべき命が存在する。それに私たちが出発する前にカリオさんに道案内をするよう頼んだのは他でもなく、フー同士がわざわざ手配してくれていなければ、そう簡単に姉弟子は見つけられなかったでしょう。道理で不死の薬が、フー同士に私の鼻を舐め。私はただ行方不明になった家族のことをずっと気にかけてるカリオを見て、その心残りけど、まさかその商売をフボクロに邪魔されるなんてね。はあ、ナナちゃんだけでも頭を悩ませてたのに、もう一人増えるとは。こんなことになるなら最初から彼を王女堂に連れて行ってればよかった。僕、ヤク先生や母さんよりもすごいクス。おやおや、王城堂の商売を邪魔しようとする人は大勢いるんだよ。旅人、ファイマ、そんじゃまた今度ね。ふう、これで一段落ついたな。せっかく再会できたんだし、何かした方がいいんじゃない。こんな前に氷と亜子の二人の、それじゃあまずは市場に行って一番新鮮。お兄さん、脈術今回。氷さん、とんでもありすべきことか。谷で別れてからいつの間にかもうこんなに経ってたんだ。情勢は昔と同じで全然変わってないね。あんたは随分と変わったけどね。そうね、あの時の私はこんな日が来るなんて想像もしてなかったでしょう。それと白術、あなたがこんな風になってることもね。あなたの不死の薬を見たけど、私の作った毒と薬理が少毒素を持って生前の状態を維持する、妙妙たる発想と言わざるを得ます。そんなことないわ。あなたの素質ならたとえ前例がなくとも。けどあなたがカリオに会ってからたった数日しか経っていない。しかも元の処方に改良まで加えてある。脈術、本当のことを教えて。ふぅ、だから長く調整との契約で転移できるのは数奇だけでは。やはり氷さんにはその通りです。調整の秘宝は数奇だけでなく、2回目の治療でカリオさんから自分に一部の毒素を転移させました。これはもちろん残っていた毒は全て魔人の残滓と共に消えていますので、氷さんが心配する必要。危険すぎる。もしあの時魔人の残滓を取り私当時、私が指紋を離れて姿を消したのは、カリオを治療するために余命わずかな師匠の寿命を。けどまさか最終的には私も同じように自分の命と。これが私たち一脈の宿命なのかな。人を救う執念ゆえに。宿命という言葉は医者。脈術、私にはお見通しよ。ここ数年であなたは契約を使って自分。あなたまだ引き返せる。氷さん、あなたは分かっているはずです。おーい、ご飯だぞ。母さん、ご飯の時間だよ。お兄さんがたくさん料理を教えてくれたんだ。ええ、分かった、今行くから。ちょっ、白術、あなたを説得できないのは分かってる。けど忘れないで、もしあなたがいなくなったら
ナナもケイもあなたの親しい友人たち。そう心配しないでください。白術、さっき氷があなたがいなくなったら、彼らの師匠を含めて私の歴代の契約者はみんな短命で一生を。そんな、調整、お前って。これはとても。かつて疫病が流行りし時、世の苦しみを根絶せんと一人のクス氏が誓いを立てた。だがたかが人に人心と優れた医術があろうと、天才にはかなわない。医者となって数年、親しい者たちも病に倒れ死に瀕した。新緑の谷の奥には百病を治せる薬君が住むと伝えられている。クス氏は一人山を訪れると、そこで力を使い果たし、息も絶え絶えの白蛇を見つけた。契約を結んで私と共生すれば、人を救う秘宝を伝授しよう。だが忘れるな、それはやがてあんたを蝕む。クス氏は人を超える力で生死を逆転させ、奇跡を起こした。だが別れの時はまた訪れる。ただし世を去ったのは聖器を使い果たしたクス氏であった。こと切れる前、クス氏は最後の患者であったマナ弟子に契約を引き継いだ。その弟子は己の命を使い、より多くの命を救わんと決意し、一人また一人と代々が同じ道を歩んだ。契約を継いで以来、歴代の死が選んだ道とこれから自分が歩む道を疑ったことは一度もない。この方法で弟子の夫を救おうとした時まで。これは人をのみて活をとどむ邪法、自然の摂理に背く毒術だと。大切な人を救うためにもう一人の大切な人を犠牲にしたくないと哀願された。その時初めて気づいたのだ。死が去った時に感じた痛みと病床の前にいる家族の痛みに違いはない。契約により散った命も救われるべきだったのではと。この契約は薬なのか毒なのか、その答えを見つける時間がわしには残されてない。この難問は調整と共にお前に託す。お前がこれを解く違法を見つけられることを願おう。何度も何度もいくら念を押し彼らの体を整えても、この結末は変えられなかった。あんたはどうだ、答えは見つけたか。もし私が契約をしなければ、あなたはどうします？そうだね、残された時間で薬君山に戻りゆっくり寝よう。そして旧友とあんたの師匠たちに会いに行くさ。では考えるまでもありません。救われるべき命を私が救えるのなら手を差し伸べない理由などないでしょう。ふう、また同じ答えを。まあいい、目を閉じなさい。この契約はあとどれだけの人に受け継がれるのか。いいえ、私が最後の契約者になります。契約を継ぐ条件には気質も含まれてる。歴代の契約者は誰もが詩順な気質を持ってた。
しかし、この秘宝を得た者が善人であればあるほど、常人よりも生死に逆ら自分に待ち受ける運命を、彼らは誰よりも分かっている。まるで、飛んで火に入ろうとする蛾のように。それじゃあ、私は、そうですね。長生の秘宝は、あくまで病を転移させるだけ。世の苦しみを減らすことはできません。まさに理想のため命を捧げた師匠たちのことは尊敬しています。ですが、私、でも、お前は自分に、毒とは何でしょうか。病とは何でしょう。そもそも、どれ平常と異なる状態が病と呼ばれるのなら、不死の百毒と百病をすべて研究し尽くし、私の後に続く人たちが契約によりその通り。私は最後の契約者になり、真の不死はかつて魔人たちでさえも手に入らなかった。人を救い、自分。ろうそくの火を恐れながらも、光に憧れる。ああ、お前ってやつは。ヤク先生、お兄さん。それと長生にパイ。まあいいか。食事の方が大事だしな。ふう、たまにパイモンが羨ましくなる。腹を満たす。私たち人間がまさに。その天へと前。天へと前。